月刊花田編集長の花田和義です。今最も聞きたいことを最も聞きたい人に聞く右向け右という番組です。今晩のゲストはデイビッド・アトキンスです。月刊花田でずっと連載を自伝をですね今していただいてましてですね、これがめちゃくちゃ面白いんですけどね、銀行問題のところでですね長くなってまして何年も、これがまた非常に銀行関係者も非常に参考にしてるみたいですね。はい、ありがとうございます。で今月はですねその連載をちょっと中断してですね表紙も出てますけど、経団連のですね中西、会長、ここに写真が出てます、会長がですね終身雇用制度も続けていけないんじゃないかとこういうようなことを言い出してですね、これにそのアトキンスさんはですね非常に、怒ってらしてですねちょっと違うと、でここら辺をですね詳しく書いていただこうと思いまして今月に書いていただいてるんですけどね、そういうお話を中心に今日はお伺いしたいと思います。アトキンスさんは肩書きにありますように今市美術工芸社長ということなんですけど、はい、今本業の方はどうなってるんですか。いや本業はおかげさまで順調で、これ日本の神社仏閣の修復をそうですね、やってる会社なんですけどね、昔からある会社なんですけど、経営的に苦しかったのを、アトキンスさんが、立て直したと、頼まれてですね、非常にうまくいってるんですか。順調です。予算は増えてるんですか。何がかねがねその日本のですねそういう予算が少ないということをおっしゃってましたけど、予算はですね、はい、前は81億3000万円というのは、うん、その日本の国が、はい、建造物の重要文化財に対して出してた予算だったんですけども、今はですね120億円が妥当な水準だということは試算されているのに対して、じゃあ40億円ぐらい増えた、まあ、それにかなり近い水準まで、来てます。で難しいのはですね、はい、職人がやる仕事なので、はい、1.5 倍になりつつありますけども、いきなり 1.5 倍にしたからといってですね、人が追いついてこないので、増やしながら職人を育てながらやっているということなので、まあ理想的な水準にはもうちょっとで、到着します。それはでもアトキンスさんのおかげというか、いろいろおっしゃっていただいたおかげですよね。まあ、結局そのなんていうんですかね、その文化財は、守るべきものであって人を排除するべきものだという考え方があったからこそ、国から予算が当然つきにくいんですけれども、まあ、私としてはまあ観光戦略を実行することによって、その守るために活用して、活用しながら守るための予算を、捻出していって、この悪循環を好循環に変えていこうということで、まあ、5年前からずっとやってるんですけど、まあ、おかげさまでなんとかその方向に、そこから出発して日本の観光立国に関してもですね、政府にいろいろアドバイスをなさってるというね、本当にあれもありがたいような存在なんですけど、今日はですねこの中西発言を中心にお伺いしたいんですけど、その終身雇用がもうできなくなるんじゃないかと、はい、まあなんとなくですね、そうかなと我々もこう思うんですけどね、人口減っていくし、高齢化社会だし、でこれについて時にそのさ、これ全然違うよと、こういうことをおっしゃってるわけですね。違いますね、はい、まあ、2つあってですね、はい、まずその諸外国を見てみますと、日本ほど高齢化の問題はないにもかかわらず、いろんな企業は、はい、そのやはり日本はまあ終身雇用というその固定概念的なものはあるんですけれども、海外も基本的にそんなに頻繁に転職をしている事実もないんですけども、そうなんですか。だからそれはちょっと誤解してますね。まあ誤解してますよね。で、そうすると多分ですね、アメリカのこと言ってるだけだと思います。ああ、なるほど。それで、やっぱりそういう高齢化にその対応するために、企業がまあ要するに、賢くいろんな頭使って工夫していって、せっかく長く勤めてもらって人たちを、まあ、最後まで勤めてもらうための工夫をしているんですよね。ですからできないことはないんじゃなくて、まあ、その対応する必要があるんだけれども、そういうことをやろうとしないということは、まあ、要するに人間を雇ったのに、まあ、自分たちの都合にいいところに切るというのは無責任なんですね、まず。もう一つあるのは、はい、やはりその、海外でそういうふうに対応ができるような、その賢いやり方をいろいろやってるのに、そういうのはなんか
もう真っ向からですね、うん、いやもう長くなって、その要するに寿命長くなったからもう切りますよって言ってですね、うん、そんなそのことを言う人っていうのはもう全く私はもう経営才能がないって言ってるようなもんだと思います、うん、才能があればそういう人たちはやっぱり何歳になったからといって上手にそういうのをね、うん、やっぱりその使えるような道があるはずなんですけど、例えばその外国の企業ではどういうことをやってるんですか。まあ、例えば最近で自動車メーカーだとかですね、はい、あの高齢の工場まで作っていて、あ、高齢者が働く工場まで作ってます。あ、それどういう工夫をして、でそうするとですね、やはり、はい、まあ、高齢なので、まあ、ずっと立っていられるわけではない、うん、ないので、座って作業ができるラインも、うん、の高さを変えていって座って作業できるようにするとか、うん、あとはですね、若い人のように、うん、そのスピードが全然違うということなので、普段よりはもう少し遅いとか、ベルトコンベアのスピードを遅くするとかね。そうなんです、うん、もう一つあるのは、例えばこういう照明もですね、やっぱり目が悪くなっているので、はい、照明を強くしたりとか、あとはその、うん、冷暖房施設も、うん、その体感温度っていうんですか、うん、その温度 の好みが、うん、違うらしいんですけど、そういうところを調整したりとかですね、うん、で当然ながらあの、まあ、30代40代の、まあ、生産性の一番高い人たちよりは、うん、生産性がその分だけ悪くなることは事実なんですけども、まあ、うんうん、まあ、ただその人たちは働きたい以上は、うん、その働けるところを提供して、うん、その人たちに工夫をして、うん、その雇用の継続ができるような形にしているわけなんですけども、うんうん、やはりその工夫が必要ですし、いろんなことを考えて、うん、まあ、要するに経営の才能がいるんですけども、うん、まあ、寿命がなくなって、使い勝手が悪くなったから切るよって言ったらですね、うん、まあ、無責任の無才能だと思います。そうなんですか。でも給料は高くなるでしょ、長く勤めて、まあ、普通でいけば。いや、そうとは限らないです。だったら若い人を、うん、雇った方がいいと。いや、そうとは限らないんです。それはやはりそういうふうになっている以上はですね、うん、諸外国を見ればきちんとした形で給料上がっていって、だいたい50の前半ぐらいでピークって、それで下に下がっていきますけれども、生産性が下がっている分だけそれに見合ったもので、ただいきなりそこで切るということはないということは特徴なんです。下がるのは下がります。ですから日本もそのずっと永遠に上がっていくもんだから嫌だっていうのであれば、それは評価制度をきちんとその書いていって、給料その評価に合った形にすればいいわけなので、そういうのはなんかできませんって言ったらですね、やっぱり交渉能力がないということが今度なりますから、そのやはりその都合に使い方しかやってないなと思いますけどね。今の日本のそのなんていうか企業の経営は、それこそ2018年のデータでは4割が最高益を出しているというぐらいで、全体的にはまあいいわけですよね。そうなんです、うん、全然おかしいんですよ言ってることは、うん、だから最高益をもうずっとこうやって出しているのに、うん、いやもう企業としてはそういうのはその終身雇用が維持できないというのは何を根拠にしてできないのかとかですね、でそもそもなんか450兆円弱でしょ、その内部留保、言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々972円または1年で1万800円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。
正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。